ムサッハンはパレスチナの料理で玉ねぎ、スパイスの一種であるスマック、オールスパイス、サフラン、油で揚げた松の実、オリーブオイルを用いてローストした鶏肉をフブズと呼ばれる平たいパンと一緒に共する料理である。ムハンマルと呼ばれることもあり、特にガリラヤ地方で作られているものはこう呼ばれる。需要の高さからパレスチナの国民食であると考えられている。 数百年にわたってパレスチナ地域で好まれてきた伝統食である。パレスチナ地域においては、ムサッハンに必要な材料を簡単に入手することができ、作るのも簡単であるので、それゆえに人気がある料理であるとも言える。オリーブオイル、スマック、松の実など使用する材料の多くはパレスチナ料理で頻繁に用いられているものである。この料理はレバントでも人気があり、 特にその地域に住むパレスチナ人の間でよく食べられている。ムサッハンは通常手で食べることが多い料理である。普通はチキンをフブズの上に置いて煮汁をよくパンに染み込ませた状態で出し、スープを一緒につけて今日することもある。ムサッハンという言葉は文字通りには温めたものを指す。塩や胡椒、場合によっては、 シナモンなどで味付けした鶏肉を玉ねぎと一緒に煮込んだ後、焼いたフブズの上に煮汁ごと鶏肉を置いて、スマックのタオールスパイス、サフラン、油で揚げた松の実、アーモンド、赤パプリカ、ナツメグなどの野菜やスパイス類、オリーブオイルと共にオーブンで焼く。スマックは独特の赤っぽい色合いをしたスパイスである。スマックが入手しづらい日本で作る場合は、 ゆかりで代用することがある。ふぶずは、アラブのポケットパンと言われる平たいパンで、ピタに似ており、アラブ地域で広く食されているもので、様々な別名がある。通常、300g あたりのムサッハンの栄養含有量については、カロリーが 391kcal ロロ、総脂質が 33g、飽和脂肪が 7g、コレステロールが 7mg、プロテインは 23g ほどである。 2010年4月20日に史上最大のムサッハンがパレスチナのラマッラーで作られギネスブックに掲載されたパレスチナの首相であったサラーム・ファイヤードはこの素晴らしい達成は主にオリーブオイルをはじめとしてすべてパレスチナ産の食材によって作られたものですこれには文化的な要素もあり世界に対してパレスチナには正当な権利があるということを伝えるメッセージでも ありますと語り、この記録はパレスチナの人々にとって立派な業績であり、名誉でもあるという考えを示した。このムサッハンに使用されたパンの塊は直径4メートルあり、総重量は1350キログラムであった。このフブズを作るために250キログラムの小麦粉、1 7 0キログラムのオリーブオイル、500キログラムの玉ねぎ、70キログラムの アーモンドなどが使われ、ヨルダン川西岸地区前域から集まったパレスチナ人の料理人40名が調理に当たった。ガリラヤ地方でよく作られているムサッハンによく似た料理をムハンマルと呼び、ムサッハンとほぼ同じものを指してこの言葉が使われることもある。ムハンマルは玉ねぎ、赤パプリカ、ジャガイモを層にし、オリーブオイルを用いて鶏肉と一緒にオーブンで焼く料理である。 同じく、ムハンマルと呼ばれる、バーレーンの伝統料理で、全く異なるものがある。バーレーンのムハンマルは、スパイスやナツメヤシシロップで味付けした甘いベイ料理で、通常油で揚げるかグリルした魚と共に供する。米は、湯通ししてから拭かす。カラメル状にした玉ねぎを添えることもある。アラブ市長国連邦などでも食されている。ありがとうございます。